いややべえ、サミ。はい、同じ日に違うところにやってきて釣りをしてます。タックルは一緒なんですけど、池を変えてやっていこうかなと思うんですが、ここはまあちょいちょい動画で来てるけど、まあここはね、おかっぱりからだともうこの堰堤側しか釣りはできないので、まあ頑張れば一周できるかもしれないけど、まあ頑張りたくないよねっていうのと、まあ前回からの話のキーワードの中で水深があるところ縦にねっていうのはキーだと思うから、そうなったらもうここ本当にここだけ、あっちも、あっち微妙かもしれない、こっちの方がいいかもしれないっていう感じなんで、ここでもうすでにやりきる気です。でタックルはスーパーフィネス2で、ルアーがねネコリグでもよかったんだけど、前回と引き続き、ね、だから今回は前回の中でネコリグだと当たりはあっても乗らないってことが増えたよねっていう話になっちゃったから、スモラバにしようと思ったんだけど、俺スピニングで使うスモラバ持ってねえって気づいて、今ベイトフィネスとかさ ML 以上 M とかの硬いスピニングで使うスモラバあるけど、 L スピニングとかで使うのがなくて、ということで今 BF カバー軸 2.7g、これが多分一番弱い俺の中でのガードを3本カットしたやつ、トレーラーはデスサイズ 3.5、 これでちょっとやべえ風がこれでやっていこうと思います。これでギリギリかかるかな、針の問題とかでもしかしたらかからないかもしれないけど、ちょっと風がやばいよね日本海みたいな感じになってるけど、まあここもね同じこの間と、まあここ自体はここの堰堤はね結構入り方が浅いから、堰堤側自体にそんなにポテンシャルがあるかなっていうのは怪しいけど、だからこっち側の このラインのね、このラインのナチュラルバンクというかっていうのがね、割とね切り立ってる崖になってるんで、だからこっち側サイドのところって結構水深がある この辺はねやっぱ浅いんだけど、もうその この辺、この辺に入るともうかなり深いんで、まあまあまあ旧大点かなみたいな場所としてはという感じ。だからここでまあ風によってこういう落ち葉が集められるし、木とかもいっぱいあるでしょ。なんか場所としてはここがねやっぱり一番スペシャルだと思う。おかっぱりでできるね、このタイミングだったら。で本当はジャークベイト使ってもいい、ちょっと一発使ってみるか。いきなり俺はこれなんかスモラバとかやってるけど、別にジャークベイトももしかしたらここのは反応するかもしれんからね、ありですね。いきなりちょっとフィネス入れてるのはダメかもしれません。ということでジャークベイトを引っ張り出してきましたが、プラス水温計も引っ張り出してきて、現在の水温を測りたいと思います。まず水温測ろうか。多分10度はさすがに下回ってないんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね。よいしょ、何度、11度11度です。まあまだ2桁あるねまあ2桁あるから、とりあえずジャークベイトでいけさそうな魚がいるかどうかの確認をする作業ですね。これは寒いんですよ。上から上から攻めるのがやっぱりセオリーだから、その下にいる魚は上で食わせるっていうのはそんな難しくないんだけど、上にいる魚を下に下げて食わせるって結構むずいんで、基本的には上から上から攻めていくっていうのはまあどの季節限らずセオリーですね。さあどうだ、寒い、あ風がちょっと緩んだ、助かる。パラついてんだよな、水がここもちょっと濁ってんだよね、ちょっと濁りすぎな気がするんだよな。スモラバ厳しいかな、どうだろうね。ピンでやれるんであればね、本当にこんぐらいのピンでやれるんならスモラボも OK なんだけど、割とこのエリアって感じだからさ、エリアというかあんまりドピンじゃないんだよな俺が分かってんの。そうなるとやっぱネコリグの方が強そうな気がする、アピール力的な意味でね。この水の透明度、透明度ってこの濁り的に考えたら、ただネコリグだと乗らんかもしれんっていう、そういうのがあってね。まあでもジャークベイトに反応する感じではないか。とりあえずこっち側もね、ダメそう。やっぱ
俺が想像してるよりも活性は低いみたいです、多分ね。じゃあ本命いくか控えなんだけど本命ね。ちゃんとしたスモラボ持ってなかったんだな俺。確かにね、 UL とか L でスモラボやらないんだよな、考えてみればね。持ってないんだって。ベイトフィネスとかではよう使ってたけどね。 2.7g はちょっと重いかな。この風やったらそんぐらい欲しいな、スピニングでも。ダメや、来ねえ。ダメか、ダメですね。さあどうしたもんか。ちょっと場所を変えてみようかね。さあここ、反対側です。ここはね、水深自体があんまり深くないんで微妙感あるんだけど、まあ綺麗にブレークが入ってる場所っていうのもあるし、何よりシェード、あのサウスバンクというかね、いる魚、あの南側の岸辺なんで基本一日中かけてます。で冬だからあったかい日の当たる、いわゆるノースショアって言われるようなね、北側の岸辺がいいってよく言われるけど、まあ、それも一つあるんだけど、影になってる方は南側の岸辺って日光による水温の変動が少ないんよね、ずっと影だから。で日光のパワーってやっぱ強いから、あの北側のバンクとかって夜のうちと午後2時3時とかだとだいぶ水温違うんですよ、晴れた日は。風ない時とかね、まあ、なんでちょっとでも水温上がってくれた方がいいよねっていう考え方のもと北側に行く人もいるんだけど、逆に言えば水温変動だから魚にとって一番しんどいって水温変動なんですよ。あの人間と違って変温動物だから、水温イコール体温みたいなね、体の部分があって、人間だって一度体温が上下するだけでおかんがしたりとかだるくなったりとかするわけじゃん。それが水温だと少しこ動くわけだから、その影響ってもっと計り知れないと思うんですよ。なんで日光パワーによってたとえ水温がプラス方向に上がったとしても、その水温変動を嫌がる魚っていうのがシェード側につく可能性はあるっていう意味で、冬の、 あの南側のバンクっていうのもずっと影になるね、悪くないんですよ。安定、まあまあ北側より安定してる。寒いけどね、寒いんだけど、多分絶対的な寒さよりも水温がどう動くかの方が、あの魚はしんどいはずなんで、夜は5度、昼は10度みたいな風に上がる場所と、ずっと4度の場所だったらずっと4度の場所の方が楽だと思うんだよね、寒いけど。っていうのがシェード側。そういう魚ってやっぱりまあなんか安定を求めてるからね、越冬系なんだろうなっていう感じがする。まあでもやっぱり北側の方があったかいしね、その急激な水温変化でも浮き沈みとかして魚が移動して調整しようえっていう方向性で動いてる魚の方が、まあ相対的に見るとアグレッシブだから釣りやすいとは思うんだよ。安定を求めてる魚は釣りづらいからさ。でそういう魚をどう釣るか。まあでも安定を求めてるってことはあんまぐるぐる動いてないと思うから、一等地に陣取ってると思うので、今はそういうところをやってる。ブレークね、ブレークを舐めるようにスモラバをズルビーてますが、シェーキングズル引きです。ちょっと水深が浅いかなっていう気がしないでもない。もっと水深があってくれたらねいいんだけど、ちょっと地形的に遠浅になっちゃってるんで、ここはそういう意味ではなしといえばなしかな。唯一こっち側が遠堤に絡んでるんで、水深的にワンチャンあるかもぐらいのイメージだけど、どうでしょうか。微妙な感じがする。戻ろう、さっきのところに。風ないなったないいな、素晴らしい、釣りがしやすい。こんぐらいやったらもう全然関係だけどね。
スモラも釣れないかもしれない。ネコリグ使いてぇ。あ、よっしゃ、どこ行ってたら食った。おーし、やっぱここか。オッケーオッケー、狙い通りやんけ。一発でかかったらスモラもやったら危ねえ。ちょちょちょ待って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 、よっしゃい、おい、白いスモラバ一発でかかった。オッケー、白冬これですよ奥さん、スモラバはかかるということです。40あるなしくんかもしれないけども、全然貴重貴重ちゃんと釣りして釣ったから、いやーいいね、やっぱちゃんと釣りして釣れたら楽しいな。ノースシュアの、まあ、ニアディープっていうところですよ。でまあちょっと最初はしばらく当たりがなくて、違うとこも行ってみようかなみたいな感じで違うとこやったけど、やっぱこっちだなって戻ってきて1匹。でもちょっとあんまりにも当たりがないからさ正直ちょっと、ああちょっとスモラはやめダメかなみたいな、ネコリグの方が釣れるかなみたいな感じになりつつあったところでコンって来てくれた。ぼやいたら食うのかよ。でも一発で当たって乗ったね、うん、これがスモラバパワー。多分ネコリグの方が食うんだけど、ネコリグだとかからないわ前回の動画スモラバは多分あんま食わないんだけど、食えはかかるのが今回の動画。どっちがどっちを優先するかね、だから結構悩ましいんよね。スモラはネコリグってまあ被るわけじゃないんだけど、使い方的には割と似通う部分はあるんだけど、俺が前々からよく言ってるハイシーズンはどっちかというとネコリグで、まあよっぽどカバー打つとかそういう理由があればスモラは使うかなぐらいのあれなんだけど、冬になってくるとどんどんネコリグの使用頻度が下がってスモラは使うよねみたいなことは言ってたんだけど、それがもう理由すべて乗っかって映像化してます多分猫の方が釣れると思う、多分ね。まあ場所が違うからまあ何とも言えんねんけど、やっぱり当たりの出方が、うん、全然少ないのよなスモラバって。その代わりもう100発100中、まあ100発100中とは言わんけど食えばかかる。そのアドバンテージは計り知れんからね、はっきり言っていくら食っても乗んないなら意味ないからね、っていうのがあるとね、そこをどうさじ加減考えるかなよね。タックルバランスとかもそうなんよ。例えば糸を細くしたらもっと食うのにって分かっててもカバーがあるから切られちゃうから太くするとかね、結局切られたら意味ないじゃんっていうのとかね、そういうのがあるから、だからよりタックルバランスをシビアにしていかないと冬はね厳しくなってくる。だから釣れる釣りだけやれば取れるわけじゃないっていうねっていうのもあるんやな。多分ネコリグの方がよっぽど食うと思うんだ。取れないか。でもこれもやっぱ場所によるんよね。だからネコリグ使ってもって全部吸ってくれる魚しかいないなら猫でもいいと思うしっていう、そういうお話よね。はあ、いい釣りしたな今日は。完璧です。サイズはいつもよりでかくないけどね。まあでも全然ちっちゃくもないし、でかい魚釣るだけじゃないからちゃんと釣りするがやっぱり一番好きだからね俺は。こういう感じで釣りができたらいいなっていうのができたらいいよね。冬とかまさにそうよな。秋から冬、まあ水温11度、2度ぐらい下がってると思うけど、今日昨日今日でまだ大丈夫よねっていう感じ。1時間あれば1匹は釣れるからこれがどんどん寒くなって5度4度とかになったらね、えげつなそうだけど、そうなってくるともうどうだろうね。 OK、 じゃあ今日はスモラバデーだったということで、 BF カバージュ 2.7g とデスサイズ 3.5 食えばかかるまあスモラバはあり合わせですが、そんなセッティングができたんでよかったかな。満足、帰ろう。